こんにちは、マッピーホットのエリナです。今日はフォトショップで簡単に色を変える方法をシェアしていこうと思います。写真に写る一部、例えば洋服だったり小物だったり壁だったりの色を変えたい時にフォトショップで簡単に変えることができます。で、そのやり方を今回は3つ見ていこうと思います。1つ目が特定色域の選択、2つ目が色相彩度、そして3つ目が選択範囲と色相彩度です。特定色域の選択と色相彩度のやり方は、選択範囲を自分で囲んでから色を変える必要はないので、もうかなり簡単に仕上げることができます。選択範囲を選ぶのがめんどくさいという人もぜひやってみてください。で、このチャンネルでは主にフォトショップやライトルームについて基本から学べる動画をアップしています。役に立つじゃんと思った人はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではフォトショップでやっていこうと思います。では一つ目の特定色域の選択で色を変えていきます。特定色域の選択でのやり方は、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックを使って色を変えていきます。このやり方はそこまで大きな色の変化はないのですが、割と自然に仕上げることができます。では今回はこの写真を使っていきます。この写真はアンスプラッシュでダウンロードしたもので、概要欄に URL を貼っておくので、練習したいという人はぜひダウンロードしてみてください。では今回この写真の青いドレスの色を変えていこうと思います。ではまず塗りつぶし調整レイヤーから特定色域の選択をクリックします。そうするとこの画面が出てきます。で、特定色域の選択は、写真の中で色を選んで、その選択した色のシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックを調整して色味を変えていくことができます。では今回はこの青いドレスを変えていこうと思うので、まずこのカラーというところで色の指定をしていきます。では今ここレッド系になっているところをクリックして、ドレスはブルー系なので、このブルー系というのをクリックします。これでターゲットが定まったという感じです。そしてここからシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックのスライダーを使って色を変えていきます。ではまずシアンです。このスライダーを右にスライドすればするほどシアンを足してくれます。で、逆に左にスライドすればするほどシアンの反対のレッドが足されていきます。で、他のマゼンタ、イエロー、ブラックも同じで、マゼンタは右にすればするほどマゼンタ、左にすればするほどグリーンになります。そしてイエローは右にすればイエロー、左にすればブルー。このシアン、マゼンタ、イエローはトーンカーブでもやっているので、シアン、マゼンタ、イエローに関わるトーンカーブを見たいという人はぜひそちらもチェックしてみてください。最後のブラックはトーンカーブでは出てこなかったのですが、右にスライドすればブラックが足されます。そして左にスライドすればブラックの反対の白が足されていきます。ではここでスライダーを動かして色を変えていこうと思います。もうここは本当に自由に色を変えていってもいいのですが、今回はじゃあちょっと緑っぽくしていこうと思います。ではちょっと見やすいように今回はスライダーを大幅に振ってみました。では一旦ここを閉じます。そうするとこんな感じに変わりました。ではビフォーアフターを見ていこうと思います。こちらがビフォーのブルーのドレス、そしてこちらがアフターのグリーンのドレスになりました。このやり方だと色の変化は少ないので、この緑の色以外に変えることはできないんです。ですが、まあ、選択範囲をこのようにドレスだけ選択する必要がないし、自然に仕上がったと思います。なので少しだけ色味を変える場合はこのやり方でもありです。まあ、ここからまた同じように塗りつぶし調整レイヤーから特定の色域で、今度はカラー系をグリーン系にして、そしてまたここで変えてもまた色が変わるのですが、このやり方だと少しめんどくさいですよね。なのであまり好みの色にならないという場合は、次の色相彩度でやってみてください。では2つ目の色相彩度で色を変えていこうと思います。先ほどやった特定色域の選択よりもっと大きな色の変化をさせたいという場合は、この色相彩度を使います。この色相彩度も自分で選択する必要がなく、ここの色をターゲットにするとフォトショップに教えてあげれば、あとは色を変えるだけなのでかなり簡単で便利です。では今回はこの写真を使っていきます。こちらもアンスプラッシュで概要欄に URL を載せておきます。ではこの写真のこの赤い服と赤い帽子の色を変えていこうと思います。では塗りつぶし調整レイヤーから今度は色相彩度を選びます。
そうするとこの画面が出てきます。でまずフォトショップにターゲットとなる色を教えてあげる必要があるので、この指のマークがクリックされているのを確認して、写真上にカーソルを持ってくるとこのようにスポイトになります。なのでこのスポイトになったらターゲットにしたい色のところをこのようにクリックします。で色相サイドはちょっとバグが発生していて、今クリックしたのですが色相サイドの画面が消えてしまいました。そういう時はこの色相サイドのレイヤーの左側をダブルクリックして、このプロパティというのを一旦レイヤーの方に持ってきて離します。そしてまた同じように指マークをクリックしているのを確認して、ターゲットのところをクリックするとこのように反映されます。ちょっとこれはバグなので、このようにプロパティが消えてしまうという場合はこのやり方でぜひやってみてください。で今この赤い服をクリックしたわけなのですが、これでターゲットの色が決まりました。このプロパティの下の方を見てみると2つ色鮮やかなバーがあるのがわかると思います。上のバーがこの写真の色、そして下のバーがこれから変わっていく色のことを表しています。そしてここにスライダーができました。先ほどはなかったのですが、ターゲットをクリックするとこのようにスライダーが出てきます。でこの2つのバーとこのスライダーはクリックしたターゲットの色の範囲をPhotoshopがここに分かりやすく表示してくれています。試しにこの色相を動かしてみると、上のバーは何も変わらないのに下のバーは変わったのが分かると思います。なのでこの上のバーは今現在の写真の色、そして下のバーはこれから変わっていく色ということになります。でクリックした色の範囲を Photoshop がこのように決めてくれたわけなのですが、クリックした場所はここら辺なので、実際この洋服全体、そしてこの帽子、色を変えたい全ての色をきちんと選択してくれたわけではないんです。なので自分で色を変えたいこの洋服と帽子、この色の範囲全てが含むようにここで調整する必要があります。でこの状態だとちょっとどこまでの範囲が選択範囲として含まれているのか見づらいし分かりづらいので、一旦色相の部分を大幅にこのように振ってみます。そうするとこのように色が変わるので、どこの範囲までが選択されているか、ターゲットになっているかというのが分かります。まあ、色相については後でやるのですが、こんな感じで一旦用意します。そして選択範囲を調整していこうと思います。まずこの写真を見て、でこの選択の範囲の調整方法はスライダーでできます。まず大まかなところがしっかり選べるように、一番右と一番左のスライダーを動かしていきます。でこの場合、まあ、全体的にこの赤い服は選択されているのですが、顔や手の色の部分までここの選択範囲に加わっているのがわかります。なのでここをまず調整する必要があります。では上のバーを見ていきます。そうするとここら辺のオレンジの範囲がこの肌の範囲になっていると思うので、まず一番右のスライダーをちょっと左にずらしていきます。そうすると少しずつ肌の部分がだんだん選択範囲外になっていくのがわかると思います。こんな感じで少しずつスライダーを動かして肌の部分をなるべく選択範囲外にしていきます。でこんな感じで肌の部分を少しずつなくすことができました。でちょっと気をつけたいのは、少しズームしていくとわかると思うのですが、洋服の赤いところもターゲットではなくなっているのがわかります。これはちょっと避けたいので、この顔の部分はまだターゲットとして残っているのですが、ここは最悪最後にレイヤーマスクを使って直すことができるので、この赤い部分はきちんと選択するようにこのスライダーを動かします。ではここの赤い部分がきちんと選択されているのを確認して、でこんな感じでストップしておきます。で左のスライダーはというと、ここは別にそこまでどこにも影響していないので、まあ、これはこのままでいいかなと思います。そして真ん中の棒のスライダーはここで少しずつ微調整していきたいと思います。まあ、この写真だとそこまで微調整するところもないので、今回はそんなに気にしなくていいのですが、少し選択範囲が狭いかなという時はこの2つのスライダーを動かしてみてください。では先ほど動かしたこの色相を一旦ゼロにしていきたいと思います。ではこの色相の上でダブルクリックするとこのようにゼロに戻ります。そして写真でもまた元の赤色に戻りました。ではここから色相を動かして、このように赤色だった部分の色をこのように変えていきます。もうここは好きな色に調整してみてください。では今回は青っぽくしていきたいと思います。こんな感じにして、そしてサイドも動かして、ちょっと鮮やかな青にするか、ちょっとクールめな青にするかというのを決めることができます。
今回はこんな感じにしたいと思います。そして明度もこんな感じで明るくするか暗くするかというのを決めることができます。では今回はちょっとこんな感じのグレーっぽい青にしていこうと思います。そしてこれで OK かなと思ったら左上のバツをクリックして閉じます。そうするとこんな感じになりました。では一旦ビフォーアフターを見ていこうと思います。こちらがビフォーでこちらがアフターです。かなり色が綺麗に変わったのがわかると思います。でここから顔のところなどが少し色が残っているのでレイヤーマスクを使ってこの洗濯範囲じゃないところを直していこうと思います。でレイヤーマスクは黒は見えなくなるところ、白は見えるところです。ではこの色相サイドのレイヤーマスクをクリックしているのを確認してブラシツールを使います。そしてブラシの色が黒なのを確認して少しブラシを大きくして、そして反映したくないところをこんな感じで塗っていきます。そうすると反映させたくないところはこのように元通りに戻ります。こんな感じで直していこうと思います。でもし塗りすぎちゃって赤いところが出てしまったという場合はここの色を白にしたいので X を押してこのように白にして少しブラシを小さくしてこんな感じで塗っていきます。で今回はもうささっと塗ってしまったのですが、もう綺麗に塗れば塗るほどうまく仕上がります。でもしも色相サイドのところでこのようにレイヤーマスクを使う必要がない場合はもちろんレイヤーマスクは使う必要はありません。ではこんな感じに仕上がりました。ではこちらがビフォーでこちらがアフターです。かなり綺麗に仕上がったんじゃないかなと思います。では3つ目が洗濯範囲と色相サイドでの色の変え方です。先ほどやった色相サイドですが、今度は最初から選択範囲を選んで、色相サイドの効果をレイヤーマスクで反映するところ、反映しないところを決めて色を変えていきます。このやり方は例えば、色を変えたい洋服と壁の色が同じだった場合に使えるやり方です。本来なら選択範囲を選ばなくてもターゲットの色をフォトショップに教えれば色を変えることができるのですが、洋服も壁も同じ色なのでどうしても両方同じように色が変わってしまいます。なのでどちらかだけを変えたいときにこのやり方を使います。では今回はこの写真を使っていきます。こちらもアンスプラッシュの写真です。この写真で被写体の着ているこのワンピースと壁の色が青なので、先ほどやったように塗りつぶし調整レイヤーから色相サイドでこのように色を指定してターゲットを定めて、こんな感じで色相を変えるともう壁も一緒にこのように色が変わってしまうんです。なのでこれを防ぐためにまず最初にこのワンピースの部分だけを選択範囲として選びます。では一旦この色相サイドはドラッグしてゴミ箱に捨てて、まずこのワンピースを選んでいきます。では少しアップにして、で選択範囲の選択の仕方は何でもいいのですが、今回はクイック選択ツールを使っていきます。でクイック選択ツールについてはこちらの動画で詳しくやっているので、詳しく見たい人はぜひそちらもチェックしてみてください。ではまずワンピースをこのようにクリックしてドラッグして選択していきます。でもしちょっと選択したくないところまで選択してしまった場合はオプションを押すとこのブラシの部分がマイナスになるので、このままクリックしてドラッグすると選択外のところをこのように塗ることができます。で今回はちょっとささっと選択範囲を決めていくのですが、ここをきれいにすればするほど後できれいに仕上がります。ではこんな感じでざっくり選択範囲が選べました。ではここから先ほどと同じように色相サイドを使ってこのワンピースの色を変えていきます。では塗りつぶし調整レイヤーから色相サイドに行きます。そしてこのまま色相をこのように変えるとこんな感じでワンピースは色が変わるのに壁の色は何も変わりません。で今回じゃあ例えば緑っぽくしていこうと思います。ではこんな感じで一回閉じます。そうするとこんな感じに仕上がりました。ではビフォーアフターを見ていこうと思います。こちらがビフォー、そしてこちらがアフターです。壁とワンピースの色が全く同じなのですが、選択範囲でワンピースを選ぶことによってワンピースだけ色を変えることができました。ちなみに今回は選択範囲を作ってから色相サイドでやったのですが、一番最初の特定色域の選択でも同じようにワンピースだけを反映させることができます。
はい、今回はフォトショップで簡単に色を変える方法をシェアしてきました。特定色域の選択、色相彩度、この2つはもう選択範囲を作らなくても簡単に色を変えることができます。でもしちょっと着ている洋服の色を変えたいんだけど、この洋服の色と壁の色が同じという場合は同じように色が変わってしまうので、そこは変えたい色の部分だけを選択範囲として先に選んでから色を変えてやってみてください。フォトショップで色を変えるの簡単じゃんと思った人はいいねとチャンネル登録をお願いします。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。色彩相